ヤマケチャンネル。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ヤマシーの時間です。はい、今日は国語の文法を、やっていきたいと思います。はい、今日は文法の中でも助詞、助動詞の、助詞の方ですね。はい、まあ、現代文も、古典の方も、助詞助動詞は皆さん苦手にするところと、あとは覚えることが多いんですよ。なので、しっかりですね、理解をしていただくことと覚えていただくことがありますので、そこをですね、今日はしっかり解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、早速ですね、入ってみましょう。まず今日は助詞、はい、助詞は付属語です。はい、付属語なので、それだけではもう意味が分かりません。例えばがとか、よりとか、よりって言われても、え、何よりっていう感じですよね。はい、そんな感じなんです。意味が通じない。はい、で、あとは活用がない。助動詞の方は活用があるんですよ。ただ助詞の方は活用がないんです。後ろが何来ようが、変化がない形になりますので、そこを、しっかり理解をしてください。はい、で、あと助詞には4つ分類があります。で、1個ずつですね、解説をしていきますので、一応4つに分かれるんだっていう感じで今は思っといてください。はい、以上のことが助詞の、特徴です。大丈夫ですか？はい、じゃあですね、早速、4つのうちの1つの、分類を見ていきましょう。はい、一番最初、格助詞というものです。格助詞で、格助詞って、用法が1つだけじゃないんですね。4つあるんですよ、使い方が。なので、4つに分類されるんですけど、それぞれに何個かね、用法がありますので、その用法を覚えながら格助詞は何があるのかっていうのを覚えていただければと思います。はい、まず格助詞一つ目の用法としては主語を示す。はい、がはなんとなくわかりますね。まあ、私が、掃除をするとかね。で、これね、何々の、まあ、桜の咲く季節ですね。まあ、言い換えることができますよね。桜が咲く季節ですよねって一応言い換えることができますよね。このの、は、この主語を示すためののです。いいですか？間違いないでください。はい、なので、私が、まあ、例を挙げると私が掃除する。で、桜の咲く の、このの、ですね、桜の咲く季節です。はい、このの、とこのがは主語を示すのとがの、助詞、格助詞です。大丈夫ですかね。はい、次、連帯修飾語を示すのです。はい、これね、のがまた出てきます。はい、これはですね、英語で言うと my とか、your とか、何々の何々って言いますよね。私のペンとか、これをがに変えると私がペンです、あなたがノートですっておかしいですよね。はい、で、こののはペンを修飾します。
まあ、別にペンですだけでも、ね、成り立ちますけど、私のが加わることで詳しくしますよね。で、何を詳しくしてるかって言ったら、このペンとかノートを、意味をね、詳しくしてますので、それを連帯就職語を示すのの格助詞ですね。はい、次3番、連用就職語を示すおにへよりでですね。はい、例えば、こんな感じですね。ラーメンを食べる、この食べるっていうことを何をっていうね、詳しくしてますよね。なのでこの食べることを、就職しているために、をつけてますので、連用就職を言います。これも行くをどこにっていう詳しい場所ね、を示すためににをつけることで、行くを就職してますので、これが連用就職語を示す、おとにと、よりとでの中のおとにです。はい。まあ、他のやつもこんな感じですね。ね。動詞を就職してる、要件を就職してるやつの、前にね、ついてますね。はい。4番。並立の関係を示す。ね。例えば、ね、服や、靴を買うとかね。服との方がいいか。服と靴を買う。まあ、こんな感じですね。服と靴を買うと。これ、買うことを、まあ、この2つをね、同じように扱って買ってるので、これ、並立の関係です。私やあなたは何々ですっていうのも、この2人ともね、同じことを言いたいですよね、これ。何々ですの部分。なので、並立の関係を示す、やとのとと。こののはどうやって使うかというと、行くの行かないのとかのこの最後の行くの行かないののところですね。これが、並立の関係ののです。格助詞。はい、これはそんな感じでしか使わないので、覚えておくといいかなと思います。はい、この4つが格助詞になります。格助詞のこの種類はですね、正直覚え方はもう覚えるしかないんですけど、一応ここに出てきてる、助詞の数は10種類あります。で、その10種類を語呂合わせのようにね、覚えていただいてもいいかなと。
語呂合わせで覚えるときは鬼が豊里で空の部屋と覚えていただいて、で、どういうことかというと、おね、ここおで、ににがと、こことよりでから、はい、このからちょっと抜けてましたね、ここですね、からうん、このからですね。で、のが、まあ3つ出てきてますね。のへや、これですね、はい。で、この10個が格助詞になります。はい、鬼が豊里で、空の部屋、鬼が豊里で空の部屋、ね、こういうようにちょっとね、呪文を唱えるかのごとくちょっと覚えていただければと思います。はい、まあ正直あのね、格助詞はっていうところで聞かれることはあんまりなくて、格助詞の中でも同じ用法を使っているものを選べとか、違う用法を使っているものを選べっていう感じで出やすいかなと。特にこののとかですね、の3種類あるんで、うん、そんな感じで出やすいです。はい、じゃあ残り3種類のね、用法もやっていきましょう。はい、じゃあですね、残りの3つのうちの2つを、とりあえずやっていきましょう。まず、その2つのうちの1つ目が、接続助詞です。接続助詞、はい、接続助詞の、用法も3つあります。3つ、はい、これも覚えてください。準接というまず役割ですね。まあ、何々したから何々になったみたいな、お腹が空いたので、ご飯を食べるとか、暑いから窓を開けるとか、隙あらば、まあ、なんだろう、隙あらば、まあ、何かするみたいな、ね、うん、まあ、いたずらをするとか、ね、そんな感じのやつですね。何々、原因があってその結果、ね、何々になったっていうのが準接のものになります。次、逆接ですね。主にはこの何々したのに何々になるって、食べても太らない、ね、食べたら普通太るよね、なので食べたので太ったは準接なんですよ。食べても太らない、ね、これは逆ですね。ね、食べるっていうことは太るっていう行為なので、太らないっていうこの逆のことをつなげるために使ってるので、食べても太らない、ね、うん、まあそうだな、失敗したものの勝ったとか、うん、ね、そんな感じのやつですね。その上のことから推測すると、何かになりそうなんだけど逆のことが起きてしまう時に使います、逆説、ね、まあ、転んだのに怪我はなかったとかね。転んだってことは怪我をしそうってなりますよね。だけど、怪我がなかったっていう、まあ逆ではないんですけど、まあ推測できることとは逆のことが起きること時に使うのが逆説です。はい、じゃあ次、単純並列接続、何々が何々、ね、これがまあ普通のやつですね、うん、
まあ食べたり寝たりとか、何々して何々するみたいな、ね、サッカーして野球するみたいな、ね、平日ですよね。のが、単純平日接続になります。はい。じゃあ、続いてですね、4種類のうちの3つ目です。3つ目。副助詞。副助詞になります。これ副助詞は20種類以上あるので、主に、テストとかに出やすいものの4つだけ、今日はやっていこうかなと。ね、まあ、ここ以外には、まあ、ばかりとかもちょっと出たりはしますが、まあ、基本的にはこの4つが出やすいかなということで、4つをちょっと抜粋してやっていきます。はい、和ですね、和、うん、ね、まず強調、あなたは最高だみたいな、ね、これはまあ主語の時に使う和ですね、いわゆるね、うん、あなたは最高だ、だけど他の人はどうなんだっていう時に和になりますね。で、あなたは最高だってなると他の人は最高ではないっていう意味合いが加わってしまうので強調になります、ね、なので和を使う時はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。和ではなく、みんなもすごいけどあなただけをとりあえず褒めようかなっていう時はがを使った方がいいですね、うん、あなたが最高ですねみたいな、まあ、あなたが最高ですって、まあ、あんまり使わないんですけど、ね、あなたもとかになりますかね、そういう時はね、うん、ね、がとかもとかを使うことで、みんなも最高だけどあなたも最高だよと、あなたはまあすごいけどみたいな、ただあなただけを褒めたいときは和を使ってあげてください、うん、で繰り返しの和は苔、戻っては苔て戻っては苔てみたいなね、その時に使うやつですね、前に進んでは後ろに戻るとかね、うん、そんな時に使うやつですね、繰り返し。で2番、こそ、君こそスターだっていうこそですね、これは単独強調って言われて、もう本当にここよりさらにね、一人だけをね、もう称える強調になりますので、ここの関係はこっちの方が強いです。はい、で次もね、同類、もは同類の、使い方が縄跳びも得意だとか、走ることも得意だとか、そういう時のもです。何かも得意だけど何々も得意っていう時に使うもですね。で強調、数学は得意だけどこの問題は1時間もかかったとか、うん、2時間もかかったとか、そういう時のもですね。こんなにもっていう時の強調のやつになります。で平日は、誰々も、誰々も何々だみたいな、母も父も、映画が好きだとかいう時に使うもですね。はい、4番さえ、続いて4番のさえですね、1番がまず類推というところです。類推、手さえ触れないって言われると、手も触れないし、手を握ることも
すらも絶対無理だなっていうふうに推察できますね。そういう時に使うのが、この類推の際です。で、強調ね、強調は君さえ良ければ、何々してほしいとかね。一応確認のためだけど君だけにとりあえず聞くよみたいな時に、君さえ良ければこの仕事をお願いできないかみたいな時に使う際ですね。で、転化は、まあカタカナももちろんのことながらひらがなさえ、書けないとかっていう時に、追加でね加える時に使う時の際が転化になります。はい、ここが副助詞と、接続助詞のところになりますので、しっかり使い方をね、覚えていただければと思います。はい、じゃあ30秒だけ移す時間取りますので、30秒後、次最後のね、ところに入ってきます。終助詞というところです。はい、じゃあですね、最後の、助詞の分類やっていきましょう。終助詞というところです。はい、1番ですね、疑問質問のかのねかしら、だろうかっていうのは、反語になってしまうので、何々でしょうかとかね、何々だよね、何々かしら、ね、っていう時に疑問になる時で、は、疑問の終助詞になります。基本文末になることが多いですね、終助詞はね。はい、で、反語は今、一番最初にね、間違えやすいやつがあるんですけど、何々だろうか、いや何々でない、それが反語になります。まあ、君は待ってくれるだろうか、いや待てないとかね、いや待てないは書いてないんだけど最後にかがあることで、それが想像できる文章になっているという形なのが反語のかです。はい、で、禁止は簡単ですね。まあ、何々するなのなです。はい、感動ななやかよ、ね、美しいなとかね、そんな感じの感動を表すときに、文末についているのが、この感動の終了詞になります。はい、念押し、よ、ぞ、ね、な、やと、先ほどの疑問質問のところのねとちょっと かぶりやすいんですけど、まあ、これは疑問ではなく、何々するよねみたいな、もうちょっともう押し付けというか、念をもう本当に念押しっていう、来るよねみたいな時に使う念が念押しの終了詞になります。で、呼びかけ、何々やね、ね、例えば田中さんっていう人がいて、田中っていうより田中やね、ちょっと優しくなる感じの呼びかけになりますね。やをつけるのね、何々やってなんかおばあちゃんが言ってそうな感じですかね。うん、で、強調、ねえともぞぜよよね、勝つぞとかね、勝つぜよとかね、まあ龍馬さんが言ってそうなやつですね、が強調です。
はい、カレイダンテサノは、明日は来るさとかね、来るさって、まあ断定はしてないんだけど、ただまあ来るんだろうなって思わせられるので、軽い断定にはなります。はい、ね、まあそんな感じなやつが終助詞になるかなと思います。で、種類多いですよね。種類多いんですよ。種類と用法多いんですよ。で、これ覚えないといけないと。種類と用法しっかり覚えてもらって、で、ただ終助詞が何があるかとかね、は正直全部は覚えなくていいんですけど、ただまあ覚えといた方がまあ出やすくはなるかなと思いますが、ね、ただまあこの種類は必ず覚えてくださいね。これが反語とか疑問とか禁止とか感動とかがね、終助詞があって、格助詞は何があるか、連用、連体の修飾、名詞とかね、そんな感じで、用法をしっかり覚えていただいて、で、特にですね、がととで、あとのが、助詞は出やすいです。なのでがとと、と、のは必ず、使い分けができるように、してくださいね。この終助詞にものが来たりとかね、してますので、いろんなところでのが出てますし、いろんなところでがも出てますし、でとはね、ちょっと、間違いやすい、助詞の一つになりますので、しっかり、覚えていただければと思います。はい、じゃあ、次回は、助動詞についてやっていきますが、ここよりさらに大変です。活用もあるし、用法もあるので、ここよりさらにちょっと大変になっちゃうので、まあ、もしかしたらちょっと2個に動画を分けるかもしれませんが、はい、でまあ、助詞助動詞に関してはちょっとまた別動画で、練習問題とかね、使わさせてもらえたらありがたいなと思いますので、まあ、そちらも活用していただければと思います。じゃあ、今日はこれで終わりますので、また次回も、見ていただければと思います。失礼いたします。